高台寺、高台寺は、京都府京都市東山区にある臨済州県人寺派の寺院。三号は、鷲峰山、寺号は詳しくは、高台樹小前寺と称する。豊臣秀吉の性質である北満所が秀吉の冥福を祈るため建立した寺院であり、寺号は北満所の落職後の陰号である、高台院にちなむ。釈迦如来を本尊とする、 全州寺院であるとともに、秀吉と北万所を祀る霊廟としての性格を持った寺院である。玉屋の道内装飾には桃山様式の薪絵が用いられ、これを高台寺薪絵と呼ぶ。他に北万所所持と伝えられる薪絵帳土類を多数増することから薪絵の寺の通称がある。豊臣秀吉が病死したのは、慶長三年であった。 秀吉の性質である北万所は、秀吉の母提を弔うための寺院の建立を発願し、当初は北万所の実母、朝比局が眠る安の理事をそれに当てようとしたが、手狭であったため、東山の現在地に新たな寺院を建立することになった。秀吉没後の権力者となった徳川家康は北万所を手厚く扱い、 廃下の武士たちを高台寺の不審担当に任命した。中でも、不審係、堀直政の働きは大きかったようで、高台寺の解散堂には、直政の木像が祀られている。高台寺の解散は、慶長11年で、当初は、総当州の寺院であった。寛永元年7月、高台寺は、臨済州県仁寺派の大本山である。 県民寺の参考書役を中高解散に招兵。この時、高台寺は、相当州から臨済州に改修している。北万所の兄、木下家定は、県民寺及び参考書役と関係が深く、家定の7男が参考書役の下で出家していることも、この改修と関連すると言われる。なお、北万所は、同じ関永元年の9月に没している。 創建当時の高台寺の仏殿は前述の安野寺の堂を移築、改造したものであり、北条、茶室などは伏見城から移築したものであった。また、門前に伏見城の化粧御殿が移築されて、北満所の居所とされた。高台寺の西側にある立中の縁徳院が、その後で北満所周園の地とも伝わる。境内には高台院の老いである。 木下勝利氏の冒頭もある。また高台寺は江戸時代末期の一時期、新選組から離脱した五両衛氏の尊所となったこともある。その後、近世末期から近代に至る数度の火災で仏殿、法上などを焼失。創建寺の建造物で現存しているのは三江省駅を祀る海山堂、秀吉と北万所を祀る玉や茶室の傘庭と、 シグレ亭などである。法上前帝、直指門解散道玉屋創建当時存在した、仏殿は消失後再建されておらず、法上が中心的な道具となっている。法上の西に栗、北に書院があるが、いずれも創建当時のものではない。境内東側には縁月地、河流地という二つの池を持つ庭園が広がり、解散道、玉屋、茶室などが建つ。また、 境内からやや離れて、黒門が立つ。笠サしぐれグ北満所が晩年を過ごしたところと伝えられ、一説には北満所の終焉の地とされる。北満所没後に寺に改められた。北満所のおいで、木下家貞の嫡男であった、木下勝利氏が創建した寺院。勝利氏の娘である春光院万へ、小三の墓所。2年に北満 幕末には、金利五両栄氏を拝命した、伊藤記根太郎以下十五名が遁書を構えた。牧江町土類の細め霊山観音、台名は、通常の畳の四分の三の大きさの畳。逆勝手向き切りは、茶室内のどの位置に色を設けるかを指す用語。多くの茶室では、亭主から見て、右側に客が座るような位置に色を切るが、逆勝手は、亭主から見て、 左に客が座るような位置に色を着るもので、例外的な形である。前久を、すぐわかる茶室の見方改訂版、東京美術、2011、pp、74から75ハット http コロンスラッシュスラッシュ www.kodaiji.com スラッシュ keidai 京都新聞寺国民400年、十分の凡昇引退高台寺。 ありがとうございます。